はい、どうも、ヒアレスです。どうも、カイノリスです。今日なんですけど、まあ、それはね、はい、オンラインチャレンジのスニーカーズの方でしたんですけども、やりました、ね、それ以外に、カイノリスさんの方はですね、はい、今日ね、アジダスの、はい、マクドナルドと、まあ、はい、よくヒアレスよね、マクドナルドってやつあるじゃないですか。はい、あれとですね、ニューバランス NMA4 ドレイのコラボの方をね、はい、ちょっとオンラインチャレンジしたんですけど、はい。その他ですね、陸上法になるんですけども、はい、ナイキダンクローちょっとね、面白い一足出てきますね。そうですね。はい。はい、その他にですね、以前にもお伝えしてるんですけども、はい、エアジョーダン1ミッドの、まあ、サイダーについて、ね、そうですね。出てきてると、はい。ペイントがうわーって書いてあるんですね。はい。はい、あと、エアジョーダン1ハイオージーの、はい、ポレンとネクトロオレンジですね、はい。こちらも情報出てきてると。あと、エアホースでね、ちょっと一色といいますか、面白いものが出てきてるということで。はいはい、このチャンネルではスニーカーやファッションに関する陸情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方が済みでない方はこの機会にチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。声をお願いします。はい、はい、では早速 あれですね、忘れてますね。あ、忘れてましたごめんなさいね。はい、我々これ演技じゃないですからね、はい、本当に忘れてますからね。はい、はい、ツイッターとインスタグラムの方もやっておりますので、はい、気になる方はフォローの方よろしくお願いいたします。ぜひお願いします。今日も更新してるんで。はい。はい。じゃあ早速本題に入りましょうか。はい。9時からですね。ナイキ SB ダンクハイのハワイの方を、ね、チャレンジしたということなんですけども。はい、まあ、これね、スニーカーズの方で、抽選という形で、はい、まあ、9時からこんな形で、まあ、受付のをしてもらいまして、はい、まあ、こういった画面になるんですけども、はい、いつも通り10分でしたね。はい、そうなんですね。はい。で、10分経って、まあ、ちょっとね、僕、ずっとね、スマートフォン見える状態じゃなかったんで、はい、ほたらかししてたんですけど、うん、ね、割と早い段階で、登録してるメールの方に、来てましたね。ああ、はい、そう、ね、僕、ちょっと時間が経ってから見てるんで、うん、早くは来てたみたいなんですけど、うん、まあ、こんな形で落選ということでしたね。はい、私もダメでした。ダメでしたか。はい。はい、見たら9時12分ぐらいに来てたみたいですね。ああ、そうなんですね。僕がね、9時半ぐらいに見たんですけど、うん、はい、なんかもう書いてなくて、そんなに早かったんだなっていう感じなんですけど。はい、SB 系のダンクでなかなか買えないですよね。全然買えないですよね。はい。しかもこれからのね、季節の一足っていうね、感じだったんですけど、そうですね、買えずということで、うん、はい。いろんなとこ申し込んでるんですけど、連絡が来てないんで、これダメだったんだなっていう感じなんですけどね。まあ僕もそうですね。はい。で、これについてですね、10時から、マクドナルドと、アジダスのですね、フォーラム84のハイの方、はい、エリック・エマリエのコラボなんですけど、うん、こちらの方ね、アジダスの方と BC マートの方で一応オンラインチャレンジしたんですけど、はい、10時になった時点ですぐにね、なんかね、完売やってましたね。早いですね。早かったですね。うん、結局買えなかったんですよね。でね、11時からですね、ユナイテッドアローズの方で、ニューバランス、NMA4 ドレイの、コラボの2足、BB550 なんですけど、はい、こちらの方でちょっとオンラインチャレンジしようと思ってたんですけど、11時に合わせてちょっとオンラインチャレンジできなかったんで、はい、ちょっと遅れてしまったんですけど、うん、完売しましたね。あ、はい、でね、ついでにね、アローズの方で、うん、エリック・エマニエルとアディダスのフォーラム84のハイの方も売ってたみたいなんですけど、はい、すぐさま見たんですけど、売り切れ出ました、ね、うん、はい。なんで結局今日は3連敗という感じでしたね。はい、実はね、今日ハワイよりもね、エリック・エマニエルとアディダスのコラボをちょっとね、書いたらいいなっていうふうに思ってたんですけど、うん、結構改善でしたね。なんか買える場所結構探してましたもんね。ああ、そうですね。結局僕はアジダスまで電話しましたからね。そうなんですよね、はい。あと近所の ABC マートにも電話したんですけど、はい、ね、東京の原宿にあるっていうふうに言われて、うん、電話したところにはないって言われましたね。もともと取り扱いがないって言われて。ああ、そうなんですね。そうなんですよね。はい。ちょっと電話しといて言われたですね。直接下手したら行こうかなぐらい思ってたんで。なるほど。今回はちょっとまあ、そうなんですよね。ダメなね、結果となってしまいましたけどね。はい、また次いろいろね、今月末にかけていろいろ出るので、はい。まあ、たくさん出ますよね。はい。はい、またいろいろね、やっていきながら、はい。いい結果を報告できたらなと思って、ね。そうですね。何はともあれ今回ね、無事に帰った方、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。まあ僕らの次に、はい、運を取っといたということで、はい。ああ、そうですね。今月ちょっと多いんで。そうですね。はい。はい、で、リーグ情報になるんですけども、そうですね、ナイキダンクローの N7 ですか。そうですね。はい。はい、ナイキがですね、まあ毎年やってるんですけど、はい、N7 プロジェクトって言われる、まあ、北米のね、先住民にあったりとか、まあ、はい、ネイティブアメリカの方をスポーツを通してまあ支援するじゃないですけど、はい、まあ、売り上げをね、まあそういったコミュニティに寄付するっていうね、プロジェクトがあるんですけど、はい、まあその一環で、ね、去年とかはね、確か AWACS90 とか発売されたと思うんですけど、まあ今回こういった、まあ今年ナイキダンクローをね、すごくナイキを推してるので、はい、まあナイキダンクローでこういった N7 のものが来てるんですけど、まあ、数種類見てもらうと本当に、まあ、ネイティブアメリカン調じゃないですけど、はいはい、レーザーのものが使われてて、はい、まあ、こういったデザインがかかとの部分まで続いてまして、うん、で、終端の部分にもね、N7 っていう風に、カーパッチのように2つ貼ってあるんですけど、はい、
これね、ナイキ SB ダンクかなと思ってたんですけど、よく見たらナイキダンクローなんですよね。そうなんです、ね。割とね、これ公式写真とか見てると、ボテッとした感じに見えるんで、実物がどんな感じなのかなってちょっと思ったりもするんですけど、ね、はい、見てもらってもナイキからの公式写真で、発売の情報も出てきてるんですけど。6月の21日ですね。はい、そうですね。まあ、2ヶ月ほど先なんですけど、発売の情報が分かれば、そうですね。はい、こちらご紹介したいんですけど、今回ちょっと箱がちょっと面白いんですけど、ああ、そうですね、はい。あの、横から引き出すタイプのやつですね。そうですね。はい。で、大きく、まあ、N7 で書いてるんですけど。はい。はい。で、続いてなんですけども、あの、エアージョーダン1ミッドの、サイダーですね。これ、まあ、以前もね、お伝えするんですけども。ね、はい、はい。以前ですね、ローカットのタイプで、うん、まあ、ペイントされてね、数種もこうやってこう、ペイントされてるような、はい、ペイントというか、筆書きのような、ね、はい、数種になっても紹介させてもらいまして、はい、で、これ、もともとミッドの方が出るっていう話をさっきしてたんですよね。はい。リーク画像の、まあ、モックにあるんですけど、ジャクソン・ボロックの、まあ、アーティストのね、ジャクソン・ボロックの、はい、アートに見られるようなデザインが落とし込まれるんじゃないかという話だったんですけど、はい、実物で持ってる方も動画でできていまして、はい、こんな形でできてるんですよね、はい、まあ、数種は筆書きなんですけど、ロー同様、はい、まあ、ローカットモデルよりはミッドカットモデルの方がペンキの数がちょっと多いかなっていう感じもするんですけど、ね、そうですね、はい、見てた、モック画像とは少しだけ、まあね、ペンキの量が違うんですけど、うん、これめちゃくちゃかっこいいなと思いまして、はい、ベージュのスウェードとこれホワイトっぽいとこはねキャンバスにあるみたいなんですけど、はいはい、その上に、こういったペイントがね、パパッて乗っかってるようなデザインになるんですけど、うん、まあ、これ通称サイダーって言われるもので、はい、これがね、発売がね、8月の17日に結構来てるので、はい、まあ、持ってる方の投稿出てきてるので、今後また情報がね、更新されてくると思うんですけど、はい、僕、エアジョーダンミッドで、今年ね、この、サイダーっていうモデルはちょっと狙おうかなと思ってるんで、これかっこよくないですか？そうですね、はい。はい。このペンキのかかり具合とかね、ちょうどいいなと思ってまして、うん、あと、ブラックパンツに合わせてるね、投稿とかもあったんで、かっこいいなと思いまして、ちょっと夏に狙いたい、エアジョーダンミッドかなと思ってるんですけど、はい。はい、で、続いてなんですけども、エアジョーダン1 IOG のポレンですね。あ、そうですね。はい、まあ、以前からね、21日に発売するんじゃないかって言われたポレンなんですけど、はい、持ってる方の投稿がすごく多いなんか、発売はだいぶ先になるんですけど、はい、ポレンの方が、ナイキの方が公式写真にこういったのが出てきてまして、はい、まあ、以前からずっとお話してるんですけど、シュータンの単ダルがね、ジグザグタグになるんじゃないかって言われてたんですけど、はい、持ってる方の投稿で、普段通りの、まあ、レギュラータグと言いますか、うん、っていうデザインっていうのが分かったんですけど、はい、まあ、その中ね、こういった形でナイキの方が公式写真が出てきてるので、発売だいぶ先なんですけどね。はい、ですよね。はい、出てきてるんですよ、ね、はい。はい。まあ、以前言わしてるんですけど、ナイキダンクハイのアイオワのね、まあ、通称ゴールデンロック込んでるような、はい、まあ、カラーのね、エアジョーダンハイ OG が出るって言ってたんですけど、うん、まあ、こういう風に出てきてるので、まあ、これ発射時にちょっと欲しいですけど、ね、かっこいいですよね。はい。これに続いてまた、ナイキの方からエアジョーダンハイ OG で、公式の写真が出てきてるんですけど、これは7月に発売される分で、まあ、以前から話してるエレクトロレンジっていうね、はい、ブラックトゥアッタードバックボードのカラーをね、彷彿させるようなものが発売されて言ってたんですけど、これ、まだナイキが出てきましたね。これ7月の17日のものですよね。はい、そうなんです。これもね、ちょっと先なんですけど、うん、割とね、最近ナイキってね、3ヶ月先ぐらいのものを公式写真に出す傾向がね、この2月ぐらいから結構あるんですけどね。はい、はい。まあ、これもちょっと楽しみが一足なんで。そうですね。はい、発売されたらぜひとも狙っていこうなと思ってるんですけど、はい。はい、まあ、1ヶ月おきにね、エアジョーダンハイ OG が発売されるっていうことをね、お話したかったっていうのもあるんですけども、はい。はい。はい、続きまして、はい、ナイキエアフォースワンローになるんですけども、これ、なんて言ったらいいですか、ブレッドって言っていいですか、ね、あ、そうですね。はい、ブレッドを彷彿させるようなデザインというふうに書いてあったんで、はい、以前ね、ブラックホワイトのタキシードっていうエアフォースワンを紹介させてもらってるんですけど、はい、それについてじゃないですけど、うん、まあ、ブラックのタイプで、アウトソールの部分がレッドになってまして、まあ、通称ブレッドっていうふうに書いてたんですけど、はい、まあ、こういったエアフォースワンが今後発売されるという情報が来てたんですけど、はい、これナイキからの公式写真なんで、発売近いんじゃないかって言われてるんですけど、以前にもね、あのタキシードの時も話してるんですけど、うん、普段履きでなんかエアフォースね、ちょっと欲しいなと思ってるんで、はいはい、まあ、履き潰せる感じと言いますか、うん、この今回のブレッドのカラーのタイプもいいなと思うんですけどね。なんかこのアウトソール赤いっていうのちょっと珍しい感じですけど、ね、そうですよね。はい。はい、これで紹介したタキシードもね、アウトソールの部分が、ホワイトよりはちょっと、なんですかね、グレーが上がってるようなアウトソールだと思うんですけど、はい。はい、まあ、これもかっこいいですけどね。そうです。まあ、こちらの方も、またあの今後情報出てきましたらお伝えできたらなと思います。はい、で、またね、来週にかけていろいろ挑戦といいますか、オンラインチャレンジありますので、また。2本目の方でミシガンが結構発売来てるんで、はい。はい。それも話したいなと思うんですけど。あ、そうですね。はい。はい、まあ、そのあたりもね、またやっていけたらなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。声をお願いします。はい。それでは本日は以上となります。フェアレスでした。カイノレスでした。さよなら。
I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.